黒姫山は、長野県上海の地群品の町にある標高2053メートルの清掃火山。南東方向より見た、整った姿から強度富士として、品濃富士とも呼ばれている。黒姫山は、マダラオ山、病光山、戸隠山、イーズ山と共に、北進五竹の一つに数えられている。病光火山群に属する複式火山である。標高的には、 森林限界に達していないが、土壌の栄養成分が乏しく、カルデラ内壁には、鉱山性植物群落が成立している。ヒグチャ源には、溶岩が点在し、チシマザサ、竹カンバ、コメツガ、ワタスゲ、ソバナなどが分布する。周辺の山域に分布するチシマザサは、江戸時代からザルなどの竹細工の材料として、麓で利用されていた。外輪山周辺には、 ハイマツや木花シャクナゲなどが分布し周辺の山域には天狗の麦飯が分布している。黒姫火山の地形図北から3つの活動機と3つの旧式があり、今から約25万年前頃から火山活動を始め、旧式を挟み15万年前から12万年前頃までの活動機があり、数万年間の旧式の後、最新の活動である4万年前頃に、 現在の中央下高級である、押高山を形成した。最高点は、中央下高級の東南東1 0トルの外林山にある。外林山と中央下高級の間には、樋口県が広がり、黒姫山古生、出原群として、日本の重要湿地500の一つに選定されている七水池と峰の大池などの地頭がある。 古くから信仰の対象とされている。黒姫というお姫様の秘話伝説があり、三名の由来になったと言われている。都隠市連邦の東に位置し、関川を挟んで、首木三海の妙高山の南に退治する、独立峰である。東山六にあるの地利港を挟んで、マダラオ山が退治している。3 5トル西隣には、佐渡山がある。 1956年7月10日に、山域は、明光都学志連山国立公園の特別地域内に指定され、外林山周辺の内側の区域は、その特別保護地区に指定された。西山北には、大だるみ湿原がある。東山六は、黒姫高原として、観光地化しており、冬季には、黒姫高原スノーパークで、スキーやスノーボードが楽しめる。 東山6には、ラボパーティの林間学校、移動教室、ラボランド黒姫がある。また、地雷や伝説の山でもあり、ふもとの野のじり湖の近くには、東俗、熊坂長則の伝承もある。黒姫山から噴出した溶岩によって作られた、関川の内名楼以下の源流となる河川は、日本海へ流れる。 古くから登山の対象として東登山道と廃道となった南登山道で登られていた。山頂付近は展望がある。日本200名山の一つに選定されている。信濃町を代表する山として、新州ふるさと120山の一つに選定されている。黒姫山を含む北進五竹が、新、花の100名山の一つに選定されている。 例年6月中旬頃に解散祭、10月中旬頃に閉山祭が行われている。各方面から以下の登山道が開設されている。外林山の黒姫のりこし、峰の大池分岐、西登山口から高原上の樋口県にある峰の大池と七つ池の地等脇を通るルートがある。中央下高級の小黒姫山へ至る登山道は開設されていない。ありがとうございます。